久保さん、僕は風呂はね、熱い方ですね。はい、熱い方でございます。まあ、あれですね、みんな気づいて、気づいてないのか、あるのか分かんないですけど、みんなぬるま湯ですよね <laughs>。なんでぬるま湯なんですかね。まあ、コンフォートゾーンとかにしときましょうか、友部一ルコンフォートゾーン。 あの居心地がいいっていうね。まあ確かにね、挑戦しない方が居心地がいいだろうし、リスクも考えない方がいいだろうし、まあ、例えば高額な塾に入るっていうことをしなければ、そこを考える必要がないじゃないですか。詐欺なのかな、稼げるのかなって考える必要ないですよね。自分の給料のまま、自分の今のライフスタイルのままであるならば、新しいことを考えなくていいですよね。恐怖を覚えることないですよね。 新し,い新しい恐怖ですよね。まあ今の給料が少ない、ボーナスがカットされたっていう恐怖はあるかもしれないんですけども、なんか新しいことやろうと思ったら新しい恐怖が生まれるじゃないですか。本当に稼げるのかなとか、本当にその億万長者になれるのかなみたいなね。億万長者合宿に参加したら億万長者になれますかっていう質問も絶対出てこないじゃないですか。ね、<laughs> なんで、あのー、みんなね、やっぱそのこん、なんか、なんか不平不満は言うんだけど、コンフォートゾーン、自分の、その、そこから抜け出したくないというか、 あのそこを守ろうとしてるというかね、うん。だからね、コンフォートゾーンから抜け出さない限り、無理だと思いますよ、うん。人生は変えられないですよ。そこが居心地が、逆に言うとそこが居心地が悪いと思わないと、今の気づいてるコンフォートゾーンがもう居心地が悪いと、もうここじゃダメだって思わないと、そこをもう抜け出して新しいゾーン作っていかないと、もう新しいゾーンを作るべきですよ。 うん、まあ変えたくないんだったらいいんですけどねでも変えたいと思いながら変え,えられない人はほとんどなんでぶっちゃけ言うと変えたいとは思ってると収入はもうちょっとあったほうがいい誰もが思ってますよそんなのはボーナスあったほうがいいって思いませんボーナスもらえるもらえないどっちがいいですかもらえたほうがいいですよね思ってるんですよそれはじゃあなんでボーナスがもらえる会社に転職しないんですか 転職できなかったらどうするんですか、今の会社辞めて再就職できなかったらどうするんですか、だからボーナスもらえなかったとしても、その会社でね、まあ、とりあえず今までもやってきたし、ま,あ、また新しい会社に行くとね、また一からね、よろしくお願いします、やらないといけない、めんどくさいなとかね、だから新しいなんか悩み、恐怖が出てくるわけですよ。だから結局、ここで、ああ、どこだとは思っても、まあ、自分の,そのコンコードゾーンから抜け出せないですよね。 だね、あの鹿児島来た方がいいですよ鹿児島 <laughs> まあドリアが入りましょうドリアカねだか居心地が悪いところからあの出るっていうのはねすげえ大事なことですよ、うん、居心地が悪いと思ってるんだけど居心地がいいというかねこれは矛盾なんですけどね、うん、はいいってらっしゃい